こんにちは、こんばんは、おはようございます。石井ちゃんです。今ねめちゃくちゃ疲れてます。いやめちゃくちゃ疲れてますよ。もう先にこれだけは言わせてください。あのカメラの位置セッティングするだけで途方もない時間かけてます。今まで別に大したことなかったんですけど、いやもうねカメラが全然合わなくて、もう今もうめちゃくちゃ疲れてます。しかも今もちょっとまあ若干ねちょっと納得はいってないんですけど、いやもう本当にもう全然カメラ位置が合わなくてですね、もう筋体中が痛いです。体中っていうかもう背筋が痛いです。いやまあそれはいいんですけど、じゃあ新しいキャラやっていきましょう。ずっと使いたいなと思ってたこの後藤又部、たまたま島坂もクリアしたら、使える武将として登場したのでこいつで行こうと思います。初めから普通さて処刑執行だねどういうことでしょう。さてと今日会ったあいつ電話帳に名前書いちゃおっかな、どうしよっかな。ああ、又部閻魔帳。そこには又部様の逆恨みを受けた者の名が順位をつけて連ねられているという。まあ一応書いとくか。血の池の月、パリ地獄の筆頭、順位はせいぜい40ってとこだな。って誰のことなんでしょうね。少なくとも40人、その全員に復讐するのか。こいつは親指、小指、薬指、人差し指、中指全部へし折って踏みつけてのたうち回らせの計だ。なんと残酷な。しかしこれはまだ手ぬるい方だろう。すっきりした。処刑執行が楽しみだな。あの解説してた武将は一体何なんですかね。一体まあいいや、行きましょう。さてと、お秋の厳島、いいですね。秋の厳島、もうこの全部ステージ初めてなのでどこ行ってもいいんですけども、なんかねあのオープニングの画面で一瞬だけこいつこの又部出てくるんですよ。でこの又部出てきた時に又部に攻撃されてたのがこの、徳川家康だったんですね。だからまあこいつ行ってもいいような気はし、初っ端としてはいいのかもしれないんですけど、まあでもせっかくなんでね、ここら辺の新しいステージ行ってみたいですよね。みんなどっち行ってほしいですかね。でも明らかに多分みんなこっち行ってほしいんでしょうね。じゃあこ、あーでも厳島も行ってみたいんだよな。じゃあまあいや、こっちにしましょうかね。はい、戦友誰だろう。あーなんか戦友女の子だ、鶴姫だ。いそうですか。まあ役に立つのか分かんないですけど、一応ね、なんかあんま合わない気がしますけどね。はい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 、でですね、ちょっとしょっぱな、ちょっとレベルね、あのクリアするまでに上がりきらずに技も全部出ないってことがありますので、ちょっと武将のですね経験値をあらかじめ上げとこうと思います。ほい、又部、わかりますかね。下にあの下っていうか、まあ、あの強化印籠って書いてあるじゃないですか。強化印籠っていうのを今まで貯めた経験値なんですね。こいつを柴迫の時あんまりほとんど使ってないので、又部さんに結構つぎ込んじゃいましょう。
とりあえず10ぐらいまで上げとけば OK かな。 OK です。じゃあこっからスタートしましょうかね。武器はね、こうしょっぱなのこれでいくのはちょっとなんかね面白くないので、なんかバサラ屋で面白いものがあればちょっと買っていこうかなと思います。これ第一武器、おこれすごい、スロットが5つついてる、これいいっすね。うわてかすごいな、すごいけど第一武器なんだよな。でも第一武器っつっても、ああ第一武器とか第何武器とか関係あんのかな。とりあえず今第一武器しか置いてないですけど、でもスロット5つはすごいですね。どうしようかな、どっちがいいかな、まあこっちでいきましょうかな。こっちの方がバランス取れてるし、でこっちでいきましょう。でここに書いてある筆力っていうのと経験っていうのは、ちなみに、経験、敵を倒した時の、獲得経験値が 20% 増加するっていうのが経験で、筆力、バサラ技とギガバサラ技の攻撃力が上昇するというんですね。さあこいつを買ってきましょうかね。はい、あもう金一気に持ってかれちゃいましたね。まあいいでしょういいでしょういいでしょう、こいつでいきましょうかね。合戦準備で一応こいつを装備していきますか。いやーいいですね、あの佇まい、なんかジョジョ立ちっぽくていいですね。あちなみにこの六道って何かって言いますと、一定確率で属性攻撃が発生するようになる、さらに属性攻撃力も上昇すると、うん、でこいつちょっと右の方にあると思うんですけど、属性多分雷ですね、うん、よしこいつでいきましょう。ちなみに取得技、うわー結構残酷な技が多そうですね。レベルが上がることによってなんか技が変わったりとか、ボタン長押して変わるとか、追加攻撃とかはこいつは基本なさそうですね。あこいつこれだけこういうボタン入力で蹴り飛ばす、なるほど OK です。じゃあ行きましょう、進軍。うわ怖いっすねこれ、もうすでにここで8分使っちゃってますんで、まあ途中で切ると思いますけども。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。タロウ、姉上、わららの美しさ以上に大事なものがあって。まったく姉上は人使いか。お浅い長政ですね。まさか姉上の2を狙う族か。威力走行、私は浅い東の神長政、この国の守護者だ。お使い中っていう、とってもわがまま強国マリアへのお届け物を阻止しろと。浅井長政が守っている荷物にはいろんなものが入っていると、次々と運ばれる荷物を手に入れながら有利に戦おう。あなるほどね、どこ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 、こいつか、もう全員無視だ、こいつこいつ、とりあえずこいつを倒そう。何ちょっと待って、オッケー、クソ長政来てんのか、守りきるの。うわちょっとみんな宅配兵、ちょっとね少し色がくすんでいる。こいつあれなんですよ、攻撃力があるかないかわかんないですけど、攻撃速度が遅いんですよ。正義の同志、悪の軍団滅殺計画は順調か。お前ひょっとしてバカだろ。
続々各地の宝が運び込まれている様子。あ、なんかめちゃくちゃいっぱいありそう。宝を奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。そういうこと？毒せえな。さくら。えい、そんな頭で一応こまりが務まるか。いやちょっとね、もう次から次に来るみたいですね。やばいやばい、もう到着しそうじゃん。いやもう。早く、足がね、意外とこっち遅い。マジか、一個入っちゃった。もう全国からのお届け品残り24人って書いてあるんですけど、何をそしられようとも、これずっとやってたらキリない気がするんだけど。マジか。しかもね、こいつ攻撃速度が遅いんだ。こういうこと。いやまあ、これ何、浅井長政を倒した方がいいのかな、先に。よし、じゃあお供の鶴に攻撃させよう。いやダメだ、耐えるな。1。おお、いいね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 。おいおい、来たやばい。あーやべ、見よってる。あーやべ、荷物が行っちゃう。何も怖い。もうあの荷物が行くやん。あーもう、なんだ、私より前に。うわ、こいつめちゃくちゃ使いにくい。あ、行っちゃう。あ、行った。もうほら、もうくっそ使いにくいんだけど、このキャラ。ちょっとね、位置に恒常的に攻撃させ続けてないと、もうちょっと使い慣れてないキャラだけでどうにもなんねえな。いやー、しかもちょっとあの届け物を全部倒すっていうのはあまりに時間かかりそうなので、ちょっと一人で今度録画せずにやろうと思います。いやー、これは使いにくい。ちょっとこの動画ね、イライラ動画になっちゃうかもしれないですね。今俺様に何か言った？よし、使いましょう。もし思う通りに旗をあげられたならば、どんなにか、これが敵が荒れるのか。おー、攻撃とは言えまい。つえ。お、ピヨってるピヨってる。気絶。え、何、気絶させただけでこう倒してもまた来んの。マジか。入っちゃった。もうガンガン入ってる。結局だからこれ24人全員入るか倒すかしないといけないってことかな。その調子で頑張るぞ、わらわのために。これはあれだな、バサラ3でいうところの、宴でいうところの、なんかあのね、あったじゃないですか、こういう感じの。なんだっけ、長宗我部のからくりを作るための、アイテムを集めろみたいな、そういうステージですよね。これで城一つが晴れ上の布置き場に。なぜ私がどうも板挟まれねばならんのだ。板挟まれる。いやー、こいつ使いにきいな。なんか使いやすい技が一個でもありゃ話が別なんですけど。お、あなたたちは。うわ、こいつまで出てくんのかよ。すいません、このステージはちょっとね、時間かかっちゃうかもしれないですね。あなたなら教えてくれるの。いや、奥さんですよね、浅井長政の。マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。最後の品。いけないのかね、
わらわをこんなに待たせるなんて。来た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 。こいつだけでも、こいつだけでも阻止したい。一もお手伝いするわ。大将が突破した。一緒に駆け抜けろ。おお、三段重ねか。ちょっと待て、ついでにこいつも倒す。おっと、おっと、そう、長政がいるのか、近くに。等しく悪の間際である。ちょっと待て。あ、いや、あれ、今のは言葉のあやで。残り8人って書いてありますね。最後までお使いしとうございます。 OK。 お願いだから絶対に。あと7人。分かって、貴様こそいい加減に私を信じよう。世が乱れてりゃ俺たちも好き勝手やれるってもんだ。おっと、もうあいつらは無理だ。こいつをとりあえず倒そう。硬いな、硬いぞ。やべ、おいちが来た。やべ、我慢しないでさ。姉上の正気確定か。来た。強く生きろとしか言えない。お前、よし、こう石油といい勝負だよ。火の竜という意味でさ。よし、もうちょいですね。お前たちは気にしなくても、これをいっぱい倒しとかないと。さようでございます。倒しとかないとあれですかね、ああいうボスと戦うときに結構きついんですかね。俺様に処刑されたいの。配下に先立たれること逃がしない。じゃあ、あ、来た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 。行っちゃう行っちゃう。あと一人か。時間の無駄しちゃったよ。あいつ諦めよう。はい、これで終わり。いや、長かったな。わらはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。え、何？姉上、突然何を。宣言寺。またれよ姉上。入ってけばいいのか。少し痛くしますよ。浅い長政。闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ。最終正義義元特段血を挟むは悪である。ちょ、こいつはそういう痛いキャラなんですね。痛いキャラ設定なんですね。おい、2人いいんじゃん。まったく、あれ上ね。2対2でいいでしょう。どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ、一。嫁に。お、あ、なるほど。これ、つかみ技でもあんだな。悪いのは。おお、これは強いんじゃねえか。いいね、いいね。うわ、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 うわ。これはちょっと、ちょっとこれはえげつないな。クソな。強烈の赤、アザリン長政。にゃ。無言の殺人敵はなし。かっこいい。この子たち。可愛いでしょ。ちょっとこいつもちょっとギコギコしてやりましょうかね。これはどうなの？あ、やべ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 、捕まっちゃった。私は総大将だ。つまり前に立たねばならんのだ。さあ、長政、長政の相手はどう。長政目の前でお市がギコギコされる気分はどうだ。行くぜ。うわ、これはえぐい、これはえぐいぞ。懲らしめてくれるの？かっこいい、何これ。おいし、行ってこい。聞いていいよ、お前ら。消してやるよ、お前ら。この程度の窮地など
九段のうちすら入らぬ。あとはあいつだけか。過ぎたるわがままは悪。総員加速。右に回って撤退せよ。騒がしいわね。よし行くか。死な定めも満足にできないじゃない。あなたが客なの。おやばいやばいやばい、まだあいつと戦いたくない。先にこいつをね。よっしゃ行くか。なんだあいつ変な状態。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすの。これ沢城みゆきさんですね。声どうかしら。あなたはわらわを奪うにふさわしい。さて、なんかね、こいつだけは、これもノンプレイヤブルキャラクターらしいですよね。よっしゃ。よっしゃ。オッケー。ドアップでどうぞ。これは何？やばいなこれ。強すぎる。これ怠慢だと相当強いぞ。このやっぱつかみ技持ってるっていうのは相当強いっすよね。うわー、なんかすごい、このカメラアングル半端ねえ。このカメラアングル半端ないぞ。いや、やばかったっすね。いや、そうはさせないよ。行くぜ。国破れて済んだのに。まったくデクの相手するのは本当疲れるね。ねえ、いや怖いキャラでしたね。あ、9275校ってことは言ってないな。これ侍大将止まりか。将軍足利義輝公による天聖奉還の御事の折りが。今頃何言ってるんですか。俺様が知らないとでも思ってるんですかね。では我々はどのように動くのでしょうか。いや、だからさ、関係ないんだって。そんなの俺様、こいつで忙しいの手一杯なの。こいつって閻魔朝ね。天下の大事より己の復讐か。歪み切っている。そうか、見てわかりませんかね。お前グズですか。グズはまだしますよねえ。申し訳ございません。いやー、あのねえっていうのが怖いですね。グズですかねえっていう、いやー怖い怖い。でもいいキャラしてますね。最初でも使いにくかったな。時は今。そう、とうとうこの時が。おう、大友ダビーランドは夜に閉まる模様。バナで祭りをやってるそうですよ。何？こっ、いや、
さて次はどこに行ったもんでしょうか。ちょっと祭り楽しそうですね。豊臣の両軍が接近中。覇王となったかつての青年か。さてどんな音色を奏でてくれるか。お、これはちょっと面白そうなステージだ。鬼島津が暴れております。いやいや、どんだけどんだけ戦国時代なんだよこれ。ステージが多すぎだろ。帝が先の大戦の跡地に入りました。胸が高鳴り心が躍る。これが時代の産声、創世の息吹か。待っているぞ、まだ見ぬ友よ。いや、めちゃくちゃ多いな、これ。一体どうなんのこれ。はい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 、いや、めちゃくちゃ多いな。しかもなんか面白そうなステージいっぱいあるしな。まあちょっと次までに考えておきます。それではちょっと長い動画になっちゃいましたけども、では次の、後藤又兵衛第2ステージでお会いしましょう。じゃあねー。